大臭がバラの香りになるというファビュラスなサプリメントの存在を知ったおじさんです今回は嗅覚と味覚についてざっくりと説明していきますまずは嗅覚についてのお話です方々で消臭剤や芳香剤の広告を目にすることが多いかと思います確かに食べ物の匂いは心良いし 化粧品や香水に使われている匂いも良いものですが、口臭、汗臭さ、ゴミ箱の匂い、カビや腐ったものの匂いなど、消してしまいたい匂いは多いです。おじさんも大臭をバラにしようか迷うお年頃ですし、匂いは気になります。世の中には匂いを発する物質が数多く存在し、私たちは何万種類もの匂いを嗅ぎ分けることができます。しかし、 そのうち快く感じることのできる匂いは5分の1程度です。消臭剤や芳香剤が求められるのも無理はないのかもしれません。しかし、異臭というのは生物にとって重要な危険信号です。ラットの嗅覚を遮断してしまうと、非常に凶暴になります。危険を感じ取ることができないことに対する不安が原因であろうと考えられます。 また動物が異性を引き寄せるために使うフェロモンも重要な匂いの役割ですそんな嗅覚の仕組みについて見ていきます嗅覚は匂いを感じる感覚です急上皮・急細胞を受容器とし匂い分子を入力刺激としています嗅覚は空気中の匂い物質の分子が 空上部の急上皮に到達するところから始まる化学需要感覚であす口腔内の食べ物から発せられる匂いが中咽頭を通って後方から鼻腔に上がり嗅覚系を刺激することもある呼吸と同時に匂いも感じています人は吸って吐いての繰り返しを毎日2万回近く行い同時に香りを運ぶ分子の流れに尾行を浸して臭いを感じています スナッフィングという鼻をクンクンさせて匂いを嗅ごうとする行動が嗅覚を促進しますこの鼻から息を吸い込むという運動によって嗅覚の注意系のトリガーにより眼下前頭皮質や理上皮質といった第一次嗅覚屋の活動を促すのです嗅覚は鼻にある球状皮に匂い物質がくっつくところから始まります この嗅覚器に作用して嗅覚を起こす化学物質を臭い物質と総称します。しかし、すべての化学物質が臭いを持っているわけではありません。化学物質の中でも4つの条件を備えたものだけが臭いとして知覚されます。まず、揮発性があることです。臭い物質は、それが含まれている物質から離れて水中や空気中を漂っていなければ、 嗅覚器に入り込むことができません第二に水溶性である必要があります臭い物質は球状皮の表面を覆っている粘液に溶けなければ球細胞受容体に作用できません第三に絶えず動いている必要があります鼻腔内に流れる空気の速度が秒速4メートル以下になると臭いを感じなくなります嫌な臭いを嗅ぐとを感じなくなります 私たちは反射的に息を止めます息を止めることで鼻に充満した匂い物質の動きが止まり嫌な臭いを感じなくて済むからです。4つの目の条件は匂い受容体に作用することです。どんな物質でも受容体に受け入れられなければ匂いとしては認められません。人は万種類以上の匂いを嗅ぎ分けられると言われますが臭い物質の分類はできていません。 色の三原色や味の5つの基本味に対応するものはまだ見つかっていません。クンクンと匂いを嗅ぐと、鼻腔の上部に空気が勢いよく流れ込みます。この部分には球状皮という組織があり、匂いを感知する受容体を持つ急細胞が並んでいます。球状皮は粘液に覆われており、 粘液の中に球細胞から出ている球線毛が広がっています。球線毛にはたくさんの球核受容体が埋め込まれています。球核受容体の種類は球細胞ごとに異なっており、球細胞はそれぞれ匂い分子の特定の形を認識します。人は約400種類の球核受容体を持つので、球細胞も約400種類あることになります。 球状比には約400種類の分子センサーがそれぞれたくさん混在するように配置されています。臭いの分子が微孔に吸い込まれますとその一部が球状比を覆う粘膜中に入り込みます。そして臭いの分子が球線毛の受容体に付着し臭いの分子と受容体のくぼみの形が合うと球細胞の内部で電気信号が生じます。電気信号は 嗅細胞ののの神経を通じて球上すすぐ上の救急という組織に送られます細胞からの電気信号は受容体の種類ごとに救急の子宮体という場所でまとまれます。そしてどの受容体が匂い分子をどれくらい強く認識したかという受容体の組み合わせの情報が脳の嗅覚やに送られ何の匂いが識別されます。 ここで認識された匂いは、記憶と関係する海馬に伝わると、六角橋の例のカレー屋さんの匂いだ。などと、過去に嗅いだ匂いと付き合わせて解釈されます。また、情動と関係する扁桃体に伝わるといい匂い、嫌な匂いなどの評価が下されます。視覚、聴覚、触覚、味覚のセンサーは、多くても数種から数十種類です。一方 嗅覚は、空気中に漂う数万種類もの物質を識別する必要があります。そのため、約400種類ものセンサーを駆使しています。人の鼻孔は結構広く、粘膜に覆われています。図のように、鼻腔内部は広く、取り込まれた空気はこの空間を通って気管に取り込まれます。 鼻空粘膜には粘膜を分泌する傍慢腺が分布しており、上皮表面は粘膜で覆われています。この粘膜で空気に含まれるほこりや細菌を絡め取ることができるばかりではなく、病原菌やウイルスに対する抗体も存在しており、外界からの危険物に対する関所のような役割をしています。においの感覚器は鼻孔の上部、急上皮に配置されています。 この感覚器も危険を察知するための警報装置と考えることができます。球状皮は、急細胞、急覚受容細胞です。この細胞は、一方に突起を伸ばし、その突起の先端にはさらに線毛と呼ばれる細い突起がありますが、他方は急細胞軸索を形成しています。その形は神経細胞そのものです。 この旧細胞軸索はそのまま指板と呼ばれる薄くて小さな穴を持つ骨細胞を通って中核に向かって伸びていきます。聴覚の有毛細胞、視覚の視細胞のように特殊な受容器細胞で最初の刺激を電気現象に変えて伝達物質を介して別の神経細胞に信号を伝えるという方式をとっていません。支持細細胞胞はグリア細胞の一種で、 球状皮の形を整えています重要な存在は上皮の基底部に存在する基底細胞ですこれは新たな嗅覚需要細胞の源です不思議なことですが嗅覚需要細胞は神経細胞でありながら寿命が短く1ヶ月から2ヶ月で基底細胞から新たな細胞へと置き換わってしまいます 臭い物質は水や油に溶けやすい性質を持った比較的小さな分子です呼吸の際に取り込まれるものの尾行にとどまる時間は短くそれが効率よく嗅覚受容細胞に作用できるのはこれらの物質が粘膜に溶け込むからです臭い物質を認識しているのは 鼻の奥の球状皮と呼ばれる部位の細胞の表面にある受容体というタンパク質です。嗅覚受容体には様々な種類があり、それぞれ異なる形のくぼみを持っています。くぼみに臭い物質がぴったり入り込むと、球細胞はその情報をお脳に送ります。人は数万種類の臭い物質を識別できます。それならば、それぞれの臭い物質に対応する。 数万種類の受容体が必要となるように思えますところが人の嗅覚受容体は約400種類しかないですたった400種類ほどの受容体でどのように数万もの匂いを認識しているのでしょうか実は匂い物質の多くはその分子の様々な部分で複数の受容体に結合します そして受容体ごとにこの分子は OH 期という構造を持つケトンという構造があるというふうに1つの匂い物質について断片的な情報を脳の嗅覚屋に伝えています。受容体自体は400種類しかなくても受容体の組み合わせると約8万程度の組み合わせを作ることができます。人は匂い物質を感知した受容体の組み合わせによって 数万種類もの匂い物質を識別しています。このように、匂いの嗅ぎ分けは数百種類もの高性能なセンサーの情報を巧みに処理することによって実現しているのです。この図は、受容体の組み合わせで匂い分子を識別する仕組みを模式的に表したものです。1の匂い分子は、分子のどこかが受容体 A、B、D にピタッと入るので A、B、D にピタッと入るので。A B、D が反応します一方、2の匂い分子は受容体 A と D だけが反応します受容体 A や D だけでは1と2を区別できませんが ABD が反応という組み合わせと AD だけが反応という組み合わせを比較すると匂い分子1と2が区別できます。 バラの匂いは15の分子の組み合わせでなるそうです。実際に匂いとなり売る化学物質約40万種類あるようですが、人間が嗅ぎ分けられる匂いは約3000種類程度のようです。ただし、調香師やソムリエのような訓練を受けた人は約1万種類嗅ぎ分けられるそうです。動物は 受容体の組み合わせで匂い物質を識別することで持っている受容体よりもはるかに多くの物質を効率よく識別しています。そのためもともと持っている受容体の種類が多いほど受容体の組み合わせも増えるのでよりさまざまな匂い物質を識別できるようになる傾向があります。人は400程度ですがアフリカゾウは1948種類。 犬は811種類とその数が多く、感じられる匂いの数も桁外れです。匂いの感じ方はかなりの個人差があります。多くの人が感じるのに、一部の人は全く感じない匂い物質がいくつか存在します。この特定の匂いを感じない人は、 他の匂いは感じることができるので嗅覚そのものが弱い嗅覚障害ではありませんこのような現象を嗅毛と言います嗅毛が起きるのは約400種類ある嗅覚の受容体の一部が人によって機能していなかったり機能が落ちていたりすることがあるためです例えば ジ,ャコジカが分泌するフェロモンで甘く粉っぽい香りがするムスクの臭い分子は1種類の受容体だけを活性化します。そのため感受性が落ちているムスク受容体を持つ人はムスクの臭いに対する感度が低いのです。このような人はかなりの割合で存在するようです。一方臭い物質の多くは複数の受容体を活性化させます。 そのため、もし一部の受容体が機能していなくても、他の受容体によって匂いを感じることができます。ただし、たくさんの受容体が機能している人の方が、似た匂いを嗅ぎ分ける識別能力が高いと言えます。嗅覚の機能障害として、嗅覚が感知できなくなるあの隅や、嗅覚脱出、無臭症というものがあります。匂いを感じない 何のにいいか,からない嗅覚にこうした障害を持つあの隅や嗅覚脱出は100人に12人とも言われています。こちらの本の著者はシェフ志望だったのですが事故で匂いのない世界の住人になりました。嗅覚は鼻の嗅細胞嗅神経で捉えられ目の後ろあたり嗅覚やで処理されます。 車で急ブレーキをかけてハンドルにおでこを超スピードでぶつけて、その際に嗅覚やを損傷し、あのスミアになる事例もあります。エアバッグやシートベルトに加えて、不要意に頭をぶつけないように気をつけましょう。続いて味覚の話です。味覚は最も原始的な感覚であり、 この世界を最初に感じた感覚器は下のようなものだと考えられています動物は自分以外の生き物を食べて生きていますこの行為には常に危険がつきものであり食べ物が栄養か毒物かを味覚器において判断しています動物は口に入れたものにおかしな味がすると即座に吐き出すという行動を取ることができます 味覚器がおかしな味は毒であると瞬時に判断し体に素早く反応を起こさせます味覚器いわゆる舌の最も重要な働きは毒味薬を務めることなのです人はいろんなものを食べてこれはルーカレーの味インドカレーの味タイカレーの味などいろいろな種類の味を区別することができます 多彩な味わいを基本味に分類しようという試みが古くからなされています。その先駆けになった人が、皆さんご存知のギリシャの哲学者アリストテレスです。アリストテレスは基本味には7種類あるという説を提唱しました。甘味酸味、塩味苦味厳しい鋭い荒いです。このうち厳しい鋭い。新井は不可的な性質であり。 異なった性質と混同しているという批判がありましたが、実は近年までこの分類は認められていたそうです。20世紀初頭になると、ドイツの心理学者ヘニングが、味の生死面体説を発表しましまたこれは私たちが感じる味はすべて、甘味、酸味、塩味、苦味の4つの基本味を頂点とする正四面体の面上または内部の点を合わせるという説です。 つまりあらゆる味はこの4つの基本味の合成であるという考えです。そこにもう一つ新しい基本味を加えたのが日本の科学者である池田菊苗氏です。池田氏はヘニングの言う4種類の他にうまみを加えた5種類の基本味があるという説をヘニングとほぼ同時期に発表しました。スープのコクとうまみがうんぬんといったり。 食の達人である彦摩呂氏は、餃子の中のひき肉はうまみの満ち引きという名言を残されたり、うまみという言葉を聞かない日がないこともないかと思います。このうまみとは一体何なのでしょうか ?1908 年のある日、池田菊苗氏は、夕食に出されたきゅうりのスープを飲んで、いつもよりおいしいと感じたそうです。かき混ぜてみると、普段は入っていない昆布があり、 これが美味ししさの秘密だろうと考えました池田氏はその後半年かけて昆布を研究しこの風味を美味しさをそのまま表現してうまみと名付けましたそしてうまみがタンパク質を構成するアミノ酸の一つであるグルタミン酸に由来することであることを突き止めましたこうして風味を高めるグルタミン酸ナトリウムが誕生したそうですちなみに 鈴木三郎ケ氏がグルタミン酸ナトリウムを結晶化して製品化したものが味の素なのだそうです。うまは風味が良いといわれるほか肉の味だしの身食欲をそそる味塩辛いと表現されることもあります。グルタミン酸ナトリウムはパッとしない料理の味に奥行きや広がりを与えて苦味を抑えて食べる人を夢中にさせる効果があります。 池田市の発見以降、すでにグルタミン酸受容体の存在が確認されており、グルタミン酸が認知させる性科学的なメカニズムも示されています。生理学的に見れば、うまみは基本味の条件を満たしていると言えるのですが、グルタミン酸ナトリウムはグルタミンの塩です。そのため、塩の実がするという事実と、 旨味特有の味がないためうまみを特定することが難しかったようです人の感じる味の分類が5つの基本味に確定されたことで味覚に関する研究は非常に進歩しました味覚器がそれぞれの基本味を受容する仕組みを調べればよくなるからです5つの味はそれぞれどんな役割があり何の感知をするのでしょうか 甘味、うま塩味の味覚は栄養になる分子を検出する役割を担います。甘味の味は生物の主要なエネルギー元である砂糖などの糖の分子を検出します。また、うまの味はグルタミン酸やイノシン酸などの分子を検出します。これらの分子は肉や魚のタンパク質などに含まれているので人はうまの感覚によって 炭水化物と並んで重要な栄養源であるタンパク質などを認識しているといえます塩味はナトリウムのイオンと感知することで感じられます生態は一定量のミネラルを必要とするので適度な濃度の塩分を含むかどうかを感知しています酸味や苦味の味覚は本来は私たちにとって有害な分子を検出し 警告すする役割を担う感覚ですなぜ私たちによって有害なものは酸味や苦味を持つのでしょうか食べ物が腐ると酸っぱい味がすることが多いですこれは微生物が食べ物を分解する過程で酸が作られるためですそのため自然界では不用意に酸味の強いものを食べることは腐ったものを食べてしまうリスクを犯すことになりかねません また自然界には植物に含まれるアルカロイドなどさまざまな毒の分子があります。苦味を感じる細胞はそれらの多様な毒の分子の検出を一手に引き受けどの分子を検出した時も苦いという信号を脳に送ります。そのため毒物は苦く感じます。